とうございます。約30年前から続いており、その後、まあ約10年後ぐらいですかね、この問題を解決するためのとある薬が開発されました。そう、この食物薬ですね。まあ薬を投与することは国の義務だから、この薬の開発により殺人事件が多くなったわけですが、私の母は私に命を軽く見るような人間にはなってほしくないって言ってた。だから私に薬を投与しなかったんだって。みんなおかしい。命を食べ物としてしか見ていない。ああ、これ？お腹すいたから殺しちゃった。ゆうか、私はお腹がすいてるの。私、ゆうかが死んだら何になるのかもずっと気になってたんだよね。ゆうか、殺してもいい？ああ、まさかゴールドが受賞できると思ってなかったんで、すごく嬉しいです。ちょっとここ最近、テレビとかで殺人事件だったり、人が亡くなるようなニュースが多いなって感じたので、もう一度命について考えてほしいなと思って制作しました。一番伝えたかったのはやっぱり命の重みというか、その命に関してのことで。あ、はい、自信はすごくつきました。キャラクターデザイナーになりたい。Thank you.